9月14日、月曜日の山陽新聞ニュースです。サッカー J2 のファジアーノ岡山は13日、岡山市のシティライトスタジアムで甲府と対戦し、0対0で引き分けました。勝ち点を21に伸ばしましたが、順位は変わらず17位です。ファジアーノの次の試合は19日で、アウェーで15位の千葉と対戦します。 日本将棋連盟のプロ騎士、養成機関、奨励会の入会試験に津山市立南小学校6年の白石智也くんが合格しました。白石くんは大阪にある関西将棋会館で8月19日から21日に行われた試験に臨み、9月初めに合格の便りが届きました。今後は関西将棋会館で行われる例会に、 10月から加わり、6級からプロの4段への商談に挑みます。14日に投開票される自民党総裁選挙に先立ち、自民党岡山県連に割り当てられた3秒の配分を決める予備選の開票が13日、岡山市の自民党県連事務所で行われました。配分の決まった3秒は、小倉博之副幹事長ら3人が 東京都内で行われる本選に出席して投票します。予備選挙の開票結果は本選開票後に公表されます。続いて天気予報です。9月14日、岡山県南部は晴れでしょう。最低気温は19度、最高気温は30度でしょう。岡山県北部は晴れ、昼過ぎまで時々 曇りでしょう。最低気温は17度、最高気温は30度でしょう。降水確率は岡山県南部午前0%、午後0%、岡山県北部午前0%、午後0%でしょう。ニュースの詳細は山陽新聞もしくはサンデジをご覧ください。